でも私が、まあ、ここで育ってるんで新港をこう盛り上げたい。地域に育ててもらったので恩返しライブ、この内川なんて本当小学校から帰ってきたら遊んでたところなんで浴衣や着物でこう写真を撮る時間を先に行ったりとか、そのままほんでライブを、終わった後のちょうどこのね日が沈んだ後のいい感じをまた撮ってもらってっていう感じに、やっぱりどうせ対バンするなら地元で頑張っている人、この富山で頑張っている人たちと、相当楽しんでる。やっぱうちらだけではできないことだらけなんで。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございます。オリキの最高、楽しかったね。やっぱ時計さんの人柄と、楽しかったです。彼女の存在Whoa.